17章。それから6日たってイエスはペテロとヤコブとその兄弟ヨハネだけを連れて高い山に導いて行かれた。そして彼らの目の前で見姿が変わり、御顔は太陽のように輝き、御衣は光のように白くなった。しかもモーセとエリアが現れてイエスと話し合っているではないか。するとペテロが口出ししてイエスに言った。先生、私たちがここにいることは素晴らしいことです。もしおよろしければ私がここに三つの幕屋を作ります。あなたのために一つ、モーセのために一つ、エリアのために一つ。彼がまだ話している間に、見よ、光り輝く雲がその人々を包み、そして雲の中から、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ、彼の言うことを聞きなさい、という声がした。弟子たちはこの声を聞くとひれ伏して非常に怖がった。するとイエスが来られて彼らに手を触れ、起きなさい、怖がることはない、と言われた。それで彼らが目を上げてみると誰もいなくて、ただイエスお一人だけであった。彼らが山を降りるとき、イエスは彼らに、人の子が死人の中からよみがえるときまでは今見た幻を誰にも話してはならない、と命じられた。そこで弟子たちはイエスに尋ねていった。すると律法学者たちが、まずエリアが来るはずだと言っているのはどうしてでしょうか。イエスは答えて言われた。エリアが来てすべてのことを立て直すのです。しかし私は言います、エリアはもうすでに来たのです。ところが彼らはエリアを認めようとせず、彼に対して好き勝手なことをしたのです。人の子もまた彼らから同じように苦しめられようとしています。その時弟子たちはイエスがバプテスマのヨハネのことを言われたのだと気づいた。彼らが群衆のところに来た時、一人の人がイエスのそば近くに来て見舞いにひざまずいていった。主よ、私の息子を憐れんでください。転換で大変苦しんでおります。何度も何度も火の中に落ちたり水の中に落ちたりしています。そこでその子をお弟子たちのところに連れてきたのですが、治すことができませんでした。イエスは答えて言われた。ああ、不信仰な曲がった今の世だ。いつまであなた方と一緒にいなければならないのでしょう。いつまであなた方に我慢していなければならないのでしょう。その子を私のところに連れてきなさい。そしてイエスがその子をお叱りになると、悪霊は彼から出て行き、その子はその時から治った。その時弟子たちはそっとイエスのもとに来て言った。なぜ私たちには悪霊を追い出せなかったのですか。イエスは言われた。あなた方の信仰が薄いからです。まことにあなた方に告げます、もしからし種ほどの信仰があったら、この山にここからあそこに移れと言えば移るのです。どんなことでもあなた方にできないことはありません。ただしこの種のものは祈りと断食によらなければ出ていきません。彼らがガリラ屋に集まっていた時、イエスは彼らに言われた。人の子は今に人々の手に渡されます。そして彼らに殺されるが、三日目によみがえります。すると彼らは非常に悲しんだ。また彼らがカペナウムに来た時、宮の納入金を集める人たちがペテロのところに来て言った。あなた方の先生は宮の納入金を納めないのですか。彼は納めますと言って家に入ると、先にイエスの方からこう言い出された。シモン、どう思いますか。今の王たちは誰から税や貢ぎを取り立てますか。自分の子供たちからですか、それとも他の人たちからですか。ペテロが、他の人たちからですと言うと、イエスは言われた。では子供たちにはその義務がないのです。
しかし彼らにつまずきを与えないために湖に行って釣りをして最初に釣れた魚を取りなさい。その口を開けるとスタテル一枚が見つかるから、それを取って私とあなたとの分として納めなさい。18章。その時弟子たちがイエスのところに来て言った。それでは天の御国では誰が一番偉いのでしょうか。そこでイエスは小さい子供を呼び寄せ、彼らの真ん中に立たせて言われた。まことにあなた方に告げます、あなた方も悔い改めて子供たちのようにならない限り、決して天の御国には入れません。だからこの子供のように自分を低くする者が天の御国で一番偉い人です。また誰でもこのような子供の一人を私の名のゆえに受け入れる者は私を受け入れるのです。しかし私を信じるこの小さい者たちの一人にでもつまずきを与えるような者は、大きい石臼を首にかけられて湖の深みで溺れ死んだ方がましです。つまずきを与えるこの世は忌まわしいものです。つまずきが起こることは避けられないが、つまずきをもたらすものは忌まわしいものです。もしあなたの手か足の一つがあなたをつまずかせるなら、それを切って捨てなさい。片手片足で命に入る方が、両手両足そろっていて永遠の火に投げられるよりはあなたにとって良いことです。またもしあなたの一方の目があなたをつまずかせるなら、それをえぐり出して捨てなさい。片目で命に入る方が、両目そろっていて燃えるゲヘナに投げ入れられるよりはあなたにとって良いことです。あなた方はこの小さい者たちを一人でも見下げたりしないように気をつけなさい。まことにあなた方に告げます、彼らの天の御使いたちは天におられる私の父の御顔をいつも見ているからです。人の子は滅んでいる者を救うために来たのです。あなた方はどう思いますか。もし誰かが100匹の羊を持っていて、そのうちの1匹が迷い出たとしたら、その人は99匹を山に残して迷った1匹を探しに出かけないでしょうか。そしてもしいたとなれば、まことにあなた方に告げます、その人は迷わなかった99匹の羊以上にこの1匹を喜ぶのです。このようにこの小さい者たちの一人が滅びることは、天にいますあなた方の父の御心ではありません。またもしあなたの兄弟が罪を犯したなら、行って二人だけのところで責めなさい。もし聞き入れられたら、あなたは兄弟を得たのです。もし聞き入れられないなら、他に一人が二人を一緒に連れて行きなさい。二人が三人の証人の口によってすべての事実が確認されるためです。それでもなお言うことを聞き入れようとしないなら、教会に告げなさい。教会の言うことをさえも聞こうとしないなら、彼を異邦人か主税人のように扱いなさい。まことにあなた方に告げます、何でもあなた方が地上でつなぐなら、それは天においてもつながれており、あなた方が地上で解くなら、それは天においても解かれているのです。まことにあなた方にもう一度告げます、もしあなた方のうち二人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、天におられる私の父はそれを叶えてくださいます。二人でも三人でも私の名において集まるところには、私もその中にいるからです。その時ペテロが身元に来て言った。主よ、兄弟が私に対して罪を犯した場合、何度まで許すべきでしょうか。七度まででしょうか。イエスは言われた。七度までなどとは私は言いません。七度を七十倍するまでと言います。このことから天の御国は地上の王に例えることができます。
王はそのしもべたちと聖餐をしたいと思った。聖餐が始まると、まず1万タラントの借りのあるしもべが王のところに連れてこられた。しかし彼は返済することができなかったので、その主人は彼に自分も妻子も持ち物全部を売って返済するように命じた。それでこのしもべは主人の前にひれ伏して、どうかご猶予ください、そうすれば全部お払いいたしますと言った。しもべの主人はかわいそうに思って彼を許し、借金を免除してやった。ところがそのしもべは出ていくと、同じしもべ仲間で彼から100デナリの借りのあるものに出会った。彼はその人を捕まえ、首を絞めて借金を返せと言った。彼の仲間はひれ伏して、もう少し待ってくれ、そうしたら返すからと言って頼んだ。しかし彼は承知せず、連れて行って借金を返すまで牢に投げ入れた。彼の仲間たちは事の成り行きを見て非常に悲しみ、行ってその一部始終を主人に話した。そこで主人は彼を呼びつけて言った。悪いやつだ、お前があんなに頼んだからこそ借金全部を許してやったのだ。彼がお前を憐れんでやったように、お前も仲間を憐れんでやるべきではないか。こうして主人は怒って、借金を全部返すまで彼を獄裡に引き渡した。あなた方もそれぞれ心から兄弟を許さないなら、天の私の父もあなた方にこのようになさるのです。19章。イエスはこの話を終えるとガリラヤを去って、ヨルダンの向こうにあるユダヤ地方に行かれた。すると大勢の群衆がついてきたので、そこで彼らを追い足になった。パリサイ人たちが身元にやってきて、イエスを試みてこう言った。何か理由があれば妻を離別することは律法にかなっているでしょうか。イエスは答えて言われた。創造者は初めから人を男と女に作って、それいえ人はその父と母を離れて、その妻と結ばれ、二人のものが一心同体になるのだと言われたのです。それをあなた方は読んだことがないのですか。それでもはや二人ではなく一人なのです。こういうわけで人は神が結び合わせたものを引き離してはなりません。彼らはイエスに言った。ではモーセはなぜ離婚状を渡して妻を離別せよと命じたのですか。イエスは彼らに言われた。モーセはあなた方の心が固くななので、その妻を離別することをあなた方に許したのです。しかし初めからそうだったのではありません。まことにあなた方に告げます、誰でも不貞のためでなくて、その妻を離別し別の女を妻にする者は姦淫を犯すのです。弟子たちはイエスに言った。もし妻に対する夫の立場がそんなものなら、結婚しない方がましです。しかしイエスは言われた。その言葉は誰でも受け入れることができるわけではありません。ただそれが許されているものだけができるのです。というのは、母の体内からそのように生まれついた独身者がいます。また人から独身者にさせられたものもいます。また天の御国のために自分から独身者になったものもいるからです。それができるものはそれを受け入れなさい。その時イエスに手を置いて祈っていただくために子供たちが連れてこられた。ところが弟子たちは彼らを叱った。しかしイエスは言われた。子供たちを許してやりなさい。邪魔をしないで私のところに来させなさい。天の御国はこのような者たちの国なのです。そして手を彼らの上に置いてからそこを去って行かれた。すると一人の人がイエスのもとに来て言った。先生、永遠の命を得るためにはどんな良いことをしたら良いのでしょうか。イエスは彼に言われた。なぜ良いことについて私に尋ねるのですか。良い方は一人だけです。
もし命に入りたいと思うなら戒めを守りなさい。彼は、どの戒めですかと言った。そこでイエスは言われた。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。偽証をしてはならない。父と母を敬え。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。この青年はイエスに言った。そのようなことは皆守っております。何がまだ欠けているのでしょうか。イエスは彼に言われた。もしあなたが完全になりたいなら、かえってあなたの持ち物を売り払って貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を積むことになります。その上で私についてきなさい。ところが青年はこの言葉を聞くと悲しんで去っていった。この人は多くの財産を持っていたからである。それからイエスは弟子たちに言われた。まことにあなた方に告げます。金持ちが天の御国に入るのは難しいことです。まことにあなた方にもう一度告げます。金持ちが神の国に入るよりは、ラクダが針の穴を通る方がもっと優しい。弟子たちはこれを聞くと大変驚いていった。それでは誰が救われることができるのでしょう。イエスは彼らをじっと見て言われた。それは人にはできないことです。しかし神にはどんなことでもできます。その時ペテロはイエスに答えていった。ご覧ください。私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりました。私たちは何がいただけるでしょうか。そこでイエスは彼らに言われた。まことにあなた方に告げます。世が改まって人の子がその栄光の座につくとき、私に従ってきたあなた方も十二の座についてイスラエルの十二の部族を裁くのです。また私の名のために家、兄弟、姉妹、父、母、子、あるいは畑を捨てた者はすべてその幾倍もを受け、また永遠の命を受け継ぎます。ただ先の者が後になり、後の者が先になることが多いのです。20章。天の御国は自分の葡萄園で働く労務者を雇いに朝早く出かけた主人のようなものです。彼は労務者たちと一日一デナリの約束ができると彼らを葡萄園にやった。それから9時ごろに出かけてみると別の人たちが市場に立っており何もしないでいた。そこで彼はその人たちに言った。あなた方も葡萄園に行きなさい。相当のものをあげるから。彼らは出て行った。それからまた12時ごろと3時ごろに出かけて行って同じようにした。また5時ごろ出かけてみると別の人たちが立っていたので彼らに言った。なぜ一日中仕事もしないでここにいるのですか。彼らは言った。誰も雇ってくれないからです。彼は言った。あなた方もブドウ園に行きなさい。こうして夕方になったのでブドウ園の主人は監督に言った。労務者たちを呼んで最後に来た者たちから順に最初に来た者たちにまで賃金を払ってやりなさい。そこで5時ごろに雇われた者たちが来てそれぞれ1デナリずつもらった。最初の者たちがもらいに来てもっと多くもらえるだろうと思ったが彼らもやはり1人1デナリずつであった。そこで彼らはそれを受け取ると主人に文句をつけて言った。この最後の連中は1時間しか働かなかったのに、あなたは私たちと同じにしました。私たちは一日中労苦と焼けるような暑さを辛抱したのです。しかし彼はその一人に答えて言った。私はあなたに何も不当なことはしていない。あなたは私と一デナリの約束をしたではありませんか。自分の分を取って帰りなさい。ただ私としてはこの最後の人にもあなたと同じだけあげたいのです。
自分のものを自分の思うようにしてはいけないという法がありますか？それとも私が気前がいいのであなたの目には妬ましく思われるのですか？このように後のものが先になり、先のものが後になるものです。さてイエスはエルサレムに登ろうとしておられたが、十二弟子だけを呼んで道々彼らに話された。さあこれから私たちはエルサレムに向かっていきます。人の子は祭司長律法学者たちに引き渡されるのです。彼らは人の子を死刑に定めます。そしてあざけり、鞭打ち、十字架につけるため異邦人に引き渡します。しかし人の子は三日目によみがえります。その時ゼベダイの子たちの母が子供たちと一緒にイエスのもとに来て、ひれ伏してお願いがありますと言った。イエスが彼女にどんな願いですかと言われると、彼女は言った。私のこの二人の息子があなたの御国で、一人はあなたの右に、一人は左に座れるようにお言葉をください。けれどもイエスは答えて言われた。あなた方は自分が何を求めているのか分かっていないのです。私が飲もうとしている杯を飲むことができますか？彼らはできますと言った。イエスは言われた。あなた方は私の杯を飲みはします。しかし私の右と左に座ることは、この私の許すことではなく、私の父によってそれに備えられた人々があるのです。このことを聞いた他の十人はこの二人の兄弟のことで腹を立てた。そこでイエスは彼らを呼び寄せて言われた。あなた方も知っている通り、異邦人の支配者たちは彼らを支配し、偉い人たちは彼らの上に権力を振るいます。あなた方の間ではそうではありません。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆に仕えるものになりなさい。あなた方の間で人の先に立ちたいと思う者はあなた方のしぼめになりなさい。人の子が来たのは仕えられるためではなく、かえって仕えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためであるのと同じです。彼らがエリコを出ていくと、大勢の群衆がイエスについていった。すると、道端に座っていた二人の盲人が、イエスが通られると聞いて叫んでいった。主よ、私たちを憐れんでください。ダビデの子よ。そこで群衆は彼らを黙らせようとしてたしなめたが、彼らはますます、主よ、私たちを憐れんでください。ダビデの子よ。と叫び立てた。するとイエスは立ち止まって彼らを呼んで言われた。私に何をしてほしいのか。彼らはイエスに言った。主よ、この目を開けていただきたいのです。イエスはかわいそうに思って彼らの目に触られた。するとすぐさま彼らは見えるようになり、イエスについて言った。21章。それから彼らはエルサレムに近づき、オリーブ山のふもとのベテパデまで来た。その時イエスは弟子を二人使いに出して言われた。向こうの村へ行きなさい。そうするとすぐにロバがつながれていて、一緒にロバの子がいるのに気がつくでしょう。それをほどいて私のところに連れてきなさい。もし誰かが何か言ったら、主がお入り用なのですと言いなさい。そうすればすぐに渡してくれます。これは預言者を通して言われたことが成就するために起こったのである。シオンの娘に伝えなさい。見よ、あなたの王があなたのところにお見えになる。柔和でロバの背に乗って、それも荷物を運ぶロバの子に乗って。そこで弟子たちは行ってイエスが命じられた通りにした。そしてロバとロバの子を連れてきて、自分たちの上着をその上にかけた。イエスはそれに乗られた。すると
群衆のうち大勢の者が自分たちの上着を道に敷き、また他の人々は木の枝を切ってきて道に敷いた。そして群衆はイエスの前を行く者も後に従う者もこう言って叫んでいた。ダビデの子にホサナ、祝福あれ、主の御名によって来られる方に、ホサナ、意図高きところに。こうしてイエスがエルサレムに入られると、都中がこぞって騒ぎ立ち、この方はどういう方なのかと言った。群衆は、この方はガリラヤのナザレの預言者イエスだと言った。それからイエスは宮に入って、宮の中で売り買いする者たちを皆追い出し、両替人の台や鳩を売る者たちの腰掛けを倒された。そして彼らに言われた。私の家は祈りの家と呼ばれると書いてある。それなのにあなた方はそれを強盗の巣にしている。また宮の中で盲人や足苗が身元に来たので、イエスは彼らを癒された。ところが祭司長、律法学者たちはイエスのなさった驚くべきいろいろのことを見、また宮の中で子どもたちがダビデの子にホサナと言って叫んでいるのを見て腹を立てた。そしてイエスに言った。あなたは子どもたちが何と言っているかお聞きですか？イエスは言われた。聞いています。あなたは幼子と血の御子たちの口に賛美を用意されたとあるのをあなた方は読まなかったのですか？イエスは彼らを後に残し、都を出てベタニアに行き、そこに泊まられた。翌朝、イエスは都に帰る途中、空腹を覚えられた。道端にイチジクの木が見えたので、近づいて行かれたが、歯のほかは何もないのに気づかれた。それでイエスはその木に、お前の実はもういつまでもならないようにと言われた。するとたちまちイチジクの木は枯れた。弟子たちはこれを見て驚いて言った。どうしてこうすぐにイチジクの木が枯れたのでしょうか。イエスは答えて言われた。まことにあなた方に告げます。もしあなた方が信仰を持ち疑うことがなければ、イチジクの木になされたようなことができるだけでなく、たとえこの山に向かって動いて海に入れと言ってもその通りになります。あなた方が信じて祈り求めるものなら何でも与えられます。それからイエスが宮に入って教えておられると、祭司長、民の長老たちが身元に来て言った。何の権威によってこれらのことをしておられるのですか？誰があなたにその権威を授けたのですか？イエスは答えてこう言われた。私も一言あなた方に尋ねましょう。もしあなた方が答えるなら、私も何の権威によってこれらのことをしているかを話しましょう。ヨハネのバプテスマはどこから来たものですか？天からですか？それとも人からですか？すると彼らはこう言いながら互いに論じ合った。もし天からといえば、それならなぜ彼を信じなかったかというだろう。しかしもし人からといえば、群衆が怖い。彼らは皆ヨハネを預言者と認めているのだから。そこで彼らはイエスに答えて、わかりませんと言った。イエスもまた彼らにこう言われた。私も何の権威によってこれらのことをするのか、あなた方に話すまい。ところであなた方はどう思いますか？ある人に二人の息子がいた。その人は兄のところに来て、今日ブドウ園に行って働いてくれと言った。兄は答えて、行きますお父さんと言ったが、行かなかった。それから弟のところに来て同じように言った。ところが弟は答えて、行きたくありませんと言ったが、後から悪かったと思って出かけて行った。二人のうちどちらが父の願った通りにしたのでしょう。彼らは言った。後のものです。イエスは彼らに言われた。
まことにあなた方に告げます、主税人や遊女たちの方があなた方より先に神の国に入っているのです。というのは、あなた方はヨハネが義の道を持ってきたのに彼を信じなかった。しかし主税人や遊女たちは彼を信じたからです。しかもあなた方はそれを見ながら後になって悔いることもせず彼を信じなかったのです。もう一つの例えを聞きなさい。一人の家の主人がいた。彼はブドウ園を作って柿を巡らし、その中に酒舟を掘り、櫓を建て、それを農夫たちに貸して旅に出かけた。さて収穫の時が近づいたので、主人は自分の分を受け取ろうとして農夫たちのところへしもべたちを遣わした。すると農夫たちはそのしもべたちを捕まえて、一人は袋叩きにし、もう一人は殺し、もう一人は石で打った。そこでもう一度前よりももっと多くの別のしもべたちを遣わしたが、やはり同じような扱いをした。しかしその後その主人は、私の息子なら敬ってくれるだろうと言って息子を遣わした。すると農夫たちはその子を見てこう話し合った。あれは跡取りだ。さあ、あれを殺してあれのものになるはずの財産を手に入れようではないか。そして彼を捕まえてブドウ園の外に追い出して殺してしまった。この場合、ブドウ園の主人が帰ってきたら、その農夫たちをどうするでしょう。彼らはイエスに言った。その悪党どもを情け容赦なく殺して、そのブドウ園を季節にはきちんと収穫を収める別の農夫たちに貸すに違いありません。イエスは彼らに言われた。あなた方は次の聖書の言葉を読んだことがないのですか。家を建てる者たちの見捨てた石、それが石杖の石になった。これは主のなさったことだ。私たちの目には不思議なことである。だから私はあなた方に言います、神の国はあなた方から取り去られ、神の国の実を結ぶ国民に与えられます。またこの石の上に落ちるものは粉々に砕かれ、この石が人の上に落ちればその人を粉みじんに飛ばしてしまいます。祭司長たちとパリサイ人たちはイエスのこれらの例えを聞いたとき、自分たちを指して話しておられることに気づいた。それでイエスを捕らえようとしたが、群衆を恐れた。群衆はイエスを預言者と認めていたからである。22章。イエスはもう一度例えを持って彼らに話された。天の御国は王子のために結婚の披露宴を設けた王に例えることができます。王は招待しておいたお客を呼びにしもべたちを遣わしたが、彼らは来たがらなかった。それでもう一度次のように言いつけて別のしもべたちを遣わした。お客に招いておいた人たちにこう言いなさい。さあ、食事の用意ができました。お牛も太った家畜もほふって何もかも整いました。どうぞ宴会にお出かけください。ところが彼らは気にもかけず、ある者は畑に、別の者は商売に出て行き、その他の者たちは王のしもべたちを捕まえて恥をかかせ、そして殺してしまった。王は怒って兵隊を出してその人殺しどもを滅ぼし、彼らの町を焼き払った。その時王はしもべたちに言った。宴会の用意はできているが、招待しておいた人たちはそれにふさわしくなかった。だから大通りに行って出会った者を皆宴会に招きなさい。それでしもべたちは通りに出て行って、良い人でも悪い人でも出会った者を皆集めたので、宴会場は客でいっぱいになった。ところで王が客を見ようとして入ってくると、そこに婚礼の礼服を着ていない者が一人いた。そこで王は言った。
あなたはどうして礼服を着ないでここに入ってきたのですか。しかし彼は黙っていた。そこで王はしもべたちに、あれの手足を縛って外の暗闇に放り出せ、そこで泣いて歯ぎしりするのだと言った。招待される者は多いが、選ばれる者は少ないのです。その頃パリサイ人たちは出てきて、どのようにイエスを言葉の罠にかけようかと相談した。彼らはその弟子たちをヘロデ党の者たちと一緒にイエスのもとにやって、こう言わせた。先生、私たちはあなたが真実な方で、真理に基づいて神の道を教え、誰をもはばからない方だと存じています。あなたは人の顔色を見られないからです。それでどう思われるのか言ってください。税金をカイザルに納めることは立法にかなっていることでしょうか、かなっていないことでしょうか。イエスは彼らの悪意を知って言われた。偽善者たち、なぜ私を試すのか。納め金にするお金を私に見せなさい。そこで彼らはデナリを一枚イエスのもとに持ってきた。そこで彼らに言われた。これは誰の肖像ですか、誰の銘ですか。彼らはカイザルのですと言った。そこでイエスは言われた。それならカイザルのものはカイザルに返しなさい、そして神のものは神に返しなさい。彼らはこれを聞いて驚嘆し、イエスを残して立ち去った。その日復活はないと言っているサドカイ人たちがイエスのところに来て質問して言った。先生、モーセはもしある人が子のないままで死んだなら、その弟は兄の妻をめとって兄のための子を設けねばならないと言いました。ところで私たちの間に7人兄弟がありました。長男は結婚しましたが死んで子がなかったので、その妻を弟に残しました。次男も三男も7人とも同じようになりました。そして最後にその女も死にました。すると復活の際には、その女は7人のうち誰の妻なのでしょうか。彼らは皆その女を妻にしたのです。しかしイエスは彼らに答えて言われた。そんな思い違いをしているのは聖書も神の力も知らないからです。復活の時には人はめとることも嫁ぐこともなく、天の御使いたちのようです。それに死人の復活については、神があなた方に語られたことをあなた方は読んだことがないのですか。私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるとあります。神は死んだ者の神ではありません。生きている者の神です。群衆はこれを聞いてイエスの教えに驚いた。しかしパリサイ人たちはイエスがサドカイ人たちを黙らせたと聞いて一緒に集まった。そして彼らのうちの一人の律法の専門家がイエスを試そうとして尋ねた。先生、律法の中で大切な戒めはどれですか。そこでイエスは彼に言われた。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くしてあなたの神である主を愛せよ。これが大切な第一の戒めです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという第二の戒めもそれと同じように大切です。律法全体と預言者とがこの二つの戒めにかかっているのです。パリサイ人たちが集まっている時にイエスは彼らに尋ねて言われた。あなた方はキリストについてどう思いますか。彼は誰の子ですか。彼らはイエスに言った。ダビデの子です。イエスは彼らに言われた。それではどうしてダビデは御霊によって彼を主と呼び、主は私の主に言われた、私があなたの敵をあなたの足の下に従わせるまでは私の右の座についていなさいと言っているのですか。ダビデがキリストを主と呼んでいるのなら、
どうして彼はダビデの子なのでしょう。それで誰もイエスに一言も答えることができなかった。またその日以来、もはや誰もイエスにあえて質問をする者はなかった。23章。その時イエスは群衆と弟子たちに話をしてこう言われた。律法学者パリサイ人たちはモーセの座を占めています。ですから彼らがあなた方に言うことは皆行い守りなさい。けれども彼らの行いを真似てはいけません。彼らは言うことは言うが実行しないからです。また彼らは思い荷をくくって人の肩に乗せ、自分はそれに指一本触ろうとはしません。彼らのしていることは皆人に見せるためです。経札の幅を広くしたり、衣の房を長くしたりするのもそうです。また宴会の上座や街道の定席が大好きで、広場で挨拶されたり人から先生と呼ばれたりすることが好きです。しかしあなた方は先生と呼ばれてはいけません。あなた方の教師はただ一人しかなく、あなた方は皆兄弟だからです。あなた方は地上の誰かを我らの父と呼んではいけません。あなた方の父はただ一人、すなわち天にいます父だけだからです。また主と呼ばれてはいけません。あなた方の主はただ一人、キリストだからです。あなた方のうちの一番偉大なものはあなた方に仕える人でなければなりません。誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされます。しかし忌まわしいものだ、偽善の律法学者パリサイ人たち、あなた方は人々から天の御国を遮っているのです。自分も入らず、入ろうとしている人々をも入らせないのです。忌まわしいものだ、偽善の律法学者パリサイ人たち、あなた方はやもめたちの家を食いつぶしていながら、見栄のために長い祈りをするからです。ですからあなた方は人一倍ひどい罰を受けます。忌まわしいものだ、偽善の律法学者パリサイ人たち、回収者を一人作るのに海と陸とを飛び回り、回収者ができるとその人を自分より倍も悪いゲヘナの子にするからです。忌まわしいものだ、目の見えぬ天引きども、あなた方はこう言う。誰でも神殿を指して誓ったのなら何でもない。しかし神殿の黄金を指して誓ったら、その誓いを果たさなければならない。愚かで目の見えぬ人たち、黄金と黄金を清いものにする神殿とどちらが大切なのか。またこう言う。誰でも祭壇を指して誓ったのなら何でもない。しかし祭壇の上の供え物を指して誓ったら、その誓いを果たさなければならない。目の見えぬ人たち、供え物とその供え物を清いものにする祭壇とどちらが大切なのか。ですから祭壇を指して誓う者は祭壇をも、その上のすべてのものを指して誓っているのです。また神殿を指して誓う者は神殿をも、その中に住まわれる方をも指して誓っているのです。天を指して誓う者は神の御座とそこに座しておられる方を指して誓うのです。忌まわしいものだ、偽善の律法学者パリサイ人たち、あなた方はハッカ、イノンド、クミンなどの十分の一を納めているが、律法の中でははるかに重要なもの、すなわち正義も憐れみも誠実もおろそかにしているのです。これこそしなければならないことです。ただし他の方もおろそかにしてはいけません。目の見えぬ手引きども、あなた方はブヨは越して覗くが、ラクダは飲み込んでいます。忌まわしいものだ、偽善の律法学者パリサイ人たち、あなた方は杯や皿の外側は清めるが、その中は強奪と放縦でいっぱいです。目の見えぬパリサイ人たち、まず
杯の内側を清めなさい。そうすれば外側も清くなります。忌まわしいものだ。偽善の律法学者、パリサイ人たち、あなた方は白く塗った墓のようなものです。墓はその外側は美しく見えても、内側は死人の骨やあらゆる汚れたものがいっぱいなように、あなた方も外側は人に正しいと見えても、内側は偽善と不法でいっぱいです。忌まわしいものだ。偽善の律法学者、パリサイ人たち、あなた方は預言者の墓を建て、義人の記念碑を飾って、私たちが先祖の時代に生きていたら、預言者たちの血を流すような仲間にはならなかっただろう、と言います。こうして預言者を殺した者たちの子孫だと自分で証言しています。あなた方も先祖の罪の目盛りの不足分を満たしなさい。お前たち蛇ども、マムシの末ども、お前たちはゲヘナの刑罰をどうして逃れることができよう。だから私が預言者、知者、律法学者たちを使わすと、お前たちはそのうちのある者を殺し、十字架につけ、またある者を街道で鞭打ち、町から町へと迫害していくのです。それは義人アベルの血からこの方、神殿と祭壇との間で殺されたバラキアの子ザカリアの血に至るまで、地上で流されるすべての正しい血の報復があなた方の上に来るためです。まことにあなた方に告げます。これらの報いは皆この時代の上に来ます。ああ、エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し、自分に使わされた人たちを石で打つ者、私は面取りが雛を翼の下に集めるように、あなたの子らを幾度集めようとしたことか、それなのにあなた方はそれを好まなかった。見なさい、あなた方の家は荒れ果てたままに残される。あなた方に告げます。祝福あれ、主の皆によって来られる方に。とあなた方が言う時まで、あなた方は今後決して私を見ることはありません。24章。イエスが宮を出て行かれる時、弟子たちが近寄ってきてイエスに宮の建物を指し示した。そこでイエスは彼らに答えて言われた。このすべてのものに目を見張っているのでしょう。まことにあなた方に告げます。ここでは石が崩されずに積まれたまま残ることは決してありません。イエスがオリーブ山で座っておられると、弟子たちが密かに身元に来て言った。お話しください。いつそのようなことが起こるのでしょう。あなたの来られる時や、世の終わりにはどんな前兆があるのでしょう。そこでイエスは彼らに答えて言われた。人に惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私こそキリストだと言って多くの人を惑わすでしょう。また戦争のことや戦争の噂を聞くでしょうが、気をつけて慌てないようにしなさい。これらは必ず起こることです。しかし終わりが来たのではありません。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に飢饉と地震が起こります。しかしそのようなことは皆生みの苦しみの初めなのです。その時人々はあなた方を苦しめに合わせ殺します。また私の名のためにあなた方はすべての国の人々に憎まれます。またその時は人々が大勢つまずき、互いに裏切り憎み合います。また偽預言者が多く起こって多くの人々を惑わします。不法がはびこるので多くの人たちの愛は冷たくなります。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われます。この御国の福音は全世界に述べ伝えられて、すべての国民に明かしされ、それから終わりの日が来ます。それゆえ
預言者ダニエルによって語られたあの荒らす憎むべき者が聖なるところに立つのを見たならば、読者はよく読み取るように、その時はユダヤにいる人々は山へ逃げなさい、屋上にいる者は家の中のものを持ち出そうと下に降りてはいけません、畑にいる者は着物を取りに戻ってはいけません。だがその日悲惨なのは身重の女と血の身ごを持つ女です。ただあなた方の逃げるのが冬や安息日にならぬように祈りなさい。その時には世の初めから今に至るまで未だかってなかったような、またこれからもないようなひどい苦難があるからです。もしその日数が少なくされなかったら、一人として救われるものはないでしょう。しかし選ばれた者のためにその日数は少なくされます。その時、空キリストがここにいるとかそこにいるとかいうものがあっても信じてはいけません。偽キリスト、偽預言者たちが現れて、できれば先民をも惑わそうとして、大きな印や不思議なことをしてみせます。さあ、私はあなた方に前もって話しました。だからたとえ空荒野にいらっしゃると言っても、飛び出して行ってはいけません。空部屋にいらっしゃると聞いても信じてはいけません。人の子の来るのは、稲妻が東から出て西にひらめくように、ちょうどそのように来るのです。死体のあるところにはハゲタカが集まります。だがこれらの日の苦難に続いて、すぐに太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は天から落ち、天の万象は揺り動かされます。その時、人の子の印が天に現れます。すると地上のあらゆる種族は悲しみながら、人の子が才能と輝かしい栄光を帯びて天の雲に乗ってくるのを見るのです。人の子は大きなラッパの響きとともに御使いたちを遣わします。すると御使いたちは天の果てから果てまで、四方からその選びの民を集めます。イチジクの木から例えを学びなさい。枝が柔らかになって葉が出てくると、夏の近いことがわかります。そのようにこれらのことのすべてを見たり、あなた方は人の子が戸口まで近づいていると知りなさい。まことにあなた方に告げます、これらのことが全部起こってしまうまでは、この時代は過ぎ去りません。この天地は滅び去ります。しかし私の言葉は決して滅びることがありません。ただしその日その時がいつであるかは誰も知りません。天の御使いたちも子も知りません。ただ父だけが知っておられます。人の子が来るのはちょうどノアの日のようだからです。洪水前の日々は、ノアが箱舟に入るその日まで、人々は飲んだり食べたり、めとったり、とついだりしていました。そして洪水が来てすべてのものをさらってしまうまで、彼らは分からなかったのです。人の子が来るのもその通りです。その時、畑に二人いると、一人は取られ、一人は残されます。二人の女が臼を引いていると、一人は取られ、一人は残されます。だから、目を覚ましていなさい。あなた方は自分の主がいつ来られるか知らないからです。しかし、このことは知っておきなさい。家の主人は、泥棒が夜の何時に来ると知っていたら、目を見張っていたでしょうし、また、おめおめと自分の家に押し入れられはしなかったでしょう。だから、あなた方も用心していなさい。なぜなら、人の子は思いがけない時に来るのですから。主人から、その家のしもべたちを任されて、食事時には彼らに食事をきちんと与えるような忠実な思慮深いしもべとは一体誰でしょうか。主人が帰ってきた時にそのようにしているのを見られるしもべは幸いです。まことに
あなた方に告げます。その主人は彼に自分の全財産を任せるようになります。ところがそれが悪いしもべで、主人はまだまだ帰るまいと心の中で思い、その仲間を打ち叩き、酒飲みたちと飲んだり食べたりし始めていると、そのしもべの主人は思いがけない日の思わぬ時間に帰ってきます。そして彼を厳しく罰して、その報いを偽善者たちと同じようにするに違いありません。しもべはそこで泣いて歯ぎしりするのです。25章。そこで天の御国は、例えて言えばそれぞれが灯火を持って花婿を出迎える十人の娘のようです。そのうち五人は愚かで、五人は賢かった。愚かな娘たちは灯火は持っていたが、油を用意しておかなかった。賢い娘たちは自分の灯火と一緒に入れ物に油を入れて持っていた。花婿が来るのが遅れたので、みんなうとうとして眠り始めた。ところが夜中になって、空、花婿だ、迎えに入れよ、と叫ぶ声がした。娘たちはみんな起きて、自分の灯火を整えた。ところが愚かな娘たちは賢い娘たちに言った。油を少し私たちに分けてください。私たちの灯火は消えそうです。しかし賢い娘たちは答えて言った。いいえ、あなた方に分けてあげるには到底足りません。それよりも店に行って自分のをお買いなさい。そこで買いに行くと、その間に花婿が来た。用意のできていた娘たちは彼と一緒に婚礼の祝宴に行き、戸が閉められた。その後で他の娘たちも来て、ご主人様、ご主人様、開けてください、と言った。しかし彼は答えて、確かなところ、私はあなた方を知りません、と言った。だから目を覚ましていなさい。あなた方はその日、その時を知らないからです。天の御国はしもべたちを呼んで、自分の財産を預け、旅に出て行く人のようです。彼は、おのおのその能力に応じて、一人には五タラント、一人には二タラント、もう一人には一タラントを渡し、それから旅に出かけた。五タラント預かった者はすぐに行って、それで商売をして、さらに五タラント儲けた。同様に二タラント預かった者もさらに二タラント儲けた。ところが一タラント預かった者は出て行くと、地を掘って、その主人の金を隠した。さて、よほど経ってからしもべたちの主人が帰ってきて、彼らと清算をした。すると、五タラント預かった者が来て、もう五タラント差し出していった。ご主人様、私に五タラント預けてくださいましたが、ご覧ください。私はさらに五タラント儲けました。その主人は彼に言った。よくやった。良い忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。二タラントのものも来て言った。ご主人様、私は二タラント預かりましたが、ご覧ください。さらに二タラント儲けました。その主人は彼に言った。よくやった。良い忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。ところが、一タラント預かっていた者も来て言った。ご主人様、あなたはまかないところから刈り取り、散らさないところから集めるひどい方だと分かっていました。私は怖くなり、出て行って、あなたの一タラントを地の中に隠しておきました。さあどうぞ、これがあなたのものです。ところが主人は彼に答えて言った。悪い怠け者のしもべだ。私がまかないところから刈り取り、散らさないところから集めることを知っていたというのか。
だったらお前はその私の金を銀行に預けておくべきだった。そうすれば私は帰ってきた時に利息がついて返してもらえたのだ。だからそのタラントを彼から取り上げて、それを十タラント持っている者にやりなさい。誰でも持っているものは与えられて豊かになり、持たないものは持っているものまでも取り上げられるのです。役に立たぬしもべは外の暗闇に追い出しなさい。そこで泣いて歯ぎしりするのです。人の子がその栄光を帯びてすべての御使いたちを伴ってくるとき、人の子はその栄光の位につきます。そしてすべての国々の民がその御前に集められます。彼は羊飼いが羊とヤギとを分けるように彼らをより分け、羊を自分の右に、ヤギを左に置きます。そうして王はその右にいる者たちに言います。さあ、私の父に祝福された人たち、世の初めからあなた方のために備えられた御国を継ぎなさい。あなた方は私が空腹であったとき、私に食べるものを与え、私が乾いていたとき、私に飲ませ、私が旅人であったとき、私に宿を貸し、私が裸のとき、私に着るものを与え、私が病気をしたとき、私を見舞い、私が牢にいたとき、私を訪ねてくれたからです。すると、その正しい人たちは答えて言います。主よ、いつ私たちはあなたが空腹なのを見て、食べるものを差し上げ、乾いておられるのを見て飲ませてあげましたか。いつあなたが旅をしておられるときに泊まらせてあげ、裸なのを見て着るものを差し上げましたか。またいつ私たちはあなたのご病気やあなたが牢におられるのを見てお尋ねしましたか。すると王は彼らに答えて言います。まことにあなた方に告げます、あなた方がこれらの私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのです。それから王はまたその左にいる者たちに言います。呪われた者ども、私から離れて悪魔とその使いたちのために用意された永遠の火に入れ。お前たちは私が空腹であったとき、食べるものをくれず、乾いていたときにも飲ませず、私が旅人であったときにも泊まらせず、裸であったときにも着るものをくれず、病気のときや牢にいたときにも尋ねてくれなかった。そのとき彼らも答えて言います。主よ、いつ私たちはあなたが空腹であり、乾き、旅をし、裸であり、病気をし、牢におられるのを見てお世話をしなかったのでしょうか。すると王は彼らに答えて言います。まことにお前たちに告げます、お前たちがこの最も小さい者たちの一人にしなかったのは私にしなかったのです。こうしてこの人たちは永遠の刑罰に入り、正しい人たちは永遠の命に入るのです。26章。イエスはこれらの話をすべて終えると弟子たちに言われた。あなた方の知っている通り、2日経つと過ぎ越しの祭りになります。人の子は十字架につけられるために引き渡されます。その頃祭司長、民の長老たちはカヤパという大祭司の家の庭に集まり、イエスを騙して捕らえ殺そうと相談した。しかし彼らは、祭りの間はいけない、民衆の騒ぎが起こるといけないからと話していた。さてイエスがベタニアで雷病人シモンの家におられると、一人の女が大変高価な香油の入った石膏の壺を持って身元に来て、食卓についておられたイエスの頭に香油を注いだ。弟子たちはこれを見て憤慨していった。何のためにこんな無駄なことをするのか、この香油なら
高く売れて貧乏な人たちに施しができたのに。するとイエスはこれを知って彼らに言われた。なぜこの女を困らせるのです。私に対して立派なことをしてくれたのです。貧しい人たちはいつもあなた方と一緒にいます。しかし私はいつもあなた方と一緒にいるわけではありません。この女がこの香油を私の体に注いだのは、私の埋葬の用意をしてくれたのです。まことにあなた方に告げます。世界中のどこでもこの福音が述べ伝えられるところなら、この人のしたことも語られて、この人の記念となるでしょう。その時、十二弟子の一人で、イスカリオテ・ユダという者が祭司長たちのところへ行って、こう言った。彼をあなた方に売るとしたら一体いくらくれますか。すると彼らは銀貨30枚を彼に支払った。その時から彼はイエスを引き渡す機会を狙っていた。さて種なしパンの祝いの第一日に弟子たちがイエスのところに来て言った。杉越しの食事をなさるのに私たちはどこで用意をしましょうか。イエスは言われた。都に入ってこれこれの人のところに行って、先生が私の時が近づいた、私の弟子たちと一緒にあなたのところで杉越しを守ろうと言っておられると言いなさい。そこで弟子たちはイエスに言いつけられた通りにして杉越しの食事の用意をした。さて夕方になってイエスは十二弟子と一緒に食卓に着かれた。皆が食事をしているとき、イエスは言われた。まことにあなた方に告げます。あなた方のうち一人が私を裏切ります。すると弟子たちは非常に悲しんで、主よ、まさか私たちのことではないでしょう。と変わる変わるイエスに言った。イエスは答えて言われた。私と一緒に鉢に手を浸した者が私を裏切るのです。確かに人の子は自分について書いてある通りに去っていきます。しかし人の子を裏切るような人間は呪われます。そういう人は生まれなかった方がよかったのです。するとイエスを裏切ろうとしていたユダが答えて言った。先生、まさか私のことではないでしょう。イエスは彼に、いや、そうだ、と言われた。また、彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り、祝福して後、これを裂き、弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい。これは私の体です。また、杯を取り、感謝を捧げて後、こう言って彼らにお与えになった。みんな、この杯から飲みなさい。これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のために流されるものです。ただ言っておきます。私の父の御国であなた方と新しく飲むその日までは、私はもはやぶどうの実で作ったものを飲むことはありません。そして賛美の歌を歌ってから、みんなオリーブ山へ出かけていった。その時イエスは弟子たちに言われた。あなた方はみんな今夜私のゆえにつまずきます。私が羊飼いを打つ、すると羊の群れはちりぢりになると書いてあるからです。しかし私はよみがえってからあなた方より先にガリラヤへ行きます。するとペテロがイエスに答えていった。たとえ全部のものがあなたの家につまずいても、私は決してつまずきません。イエスは彼に言われた。まことにあなたに告げます。今夜、鶏が鳴く前に、あなたは三度私を知らないと言います。ペテロは言った。たとえご一緒に死ななければならないとしても、私はあなたを知らないなどとは決して申しません。弟子たちは皆そう言った。それからイエスは弟子たちと一緒にゲッセマネというところに来て、彼らに言われた。
私があそこに行って祈っている間、ここに座っていなさい。それからペテロとゼベダイの子二人とを一緒に連れて行かれたが、イエスは悲しみもだえ始められた。その時イエスは彼らに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここを離れないで私と一緒に目を覚ましていなさい。それからイエスは少し進んで行ってひれ伏して祈って言われた。我が父よ、できますならばこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってください。それからイエスは弟子たちのところに戻ってきて、彼らの眠っているのを見つけ、ペトロに言われた。あなた方はそんなに1時間でも私と一緒に目を覚ましていることができなかったのか。誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい。心は燃えていても肉体は弱いのです。イエスは二度目に離れていき祈って言われた。我が父よ、どうしても飲まずには済まされぬ杯でしたら、どうぞ御心の通りをなさってください。イエスが戻ってきてご覧になると、彼らはまたも眠っていた。目を開けていることができなかったのである。イエスはまたも彼らを置いていかれて、もう一度同じことを繰り返して三度目の祈りをされた。それからイエスは弟子たちのところに来て言われた。まだ眠って休んでいるのですか。見なさい、時が来ました。人の子は罪人たちの手に渡されるのです。立ちなさい、さあ行くのです。見なさい、私を裏切る者が近づきました。イエスがまだ話しておられるうちに、見よ、十二弟子の一人であるユダがやってきた。剣や棒を手にした大勢の群衆も一緒であった。群衆は皆祭司長、民の長老たちから差し向けられたものであった。イエスを裏切る者は彼らと合図を決めて、私が口づけをするのがその人だ、その人を捕まえるのだと言っておいた。それで彼はすぐにイエスに近づき、先生、お元気でと言って口づけした。イエスは彼に、友よ、何のために来たのですかと言われた。その時群衆が来てイエスに手をかけて捕らえた。するとイエスと一緒にいた者の一人が手を伸ばして剣を抜き、大司長のしもべに打ってかかり、その耳を切り落とした。その時イエスは彼に言われた。剣を元に収めなさい。剣を取る者は皆剣で滅びます。それとも私が父にお願いして十二軍団よりも多くの御使いを今私の配下に置いていただくことができないとでも言うのですか。だがそのようなことをすればこうならなければならないと書いてある聖書がどうして実現されましょう。その時イエスは群衆に言われた。まるで強盗にでも向かうように剣や棒を持って私を捕まえに来たのですか。私は毎日宮で座って教えていたのに、あなた方は私を捕らえなかったのです。しかしすべてこうなったのは預言者たちの書が実現するためです。その時弟子たちは皆イエスを見捨てて逃げてしまった。イエスを捕まえた人たちはイエスを大祭司カヤパのところへ連れて行った。そこには律法学者長老たちが集まっていた。しかしペテロも遠くからイエスの後をつけながら大祭司の中庭まで入っていき、成り行きを見ようと役人たちと一緒に座った。さて祭司長たちと全議会はイエスを死刑にするためにイエスを訴える偽証を求めていた。しかし最後に二人の者が進み出て言った。この人は私は神の神殿を壊してそれを三日のうちに建て直せると言いました。そこで大祭司は立ち上がってイエスに言った。何も答えないのですか。
この人たちがあなたに不利な証言をしていますが、これはどうなのですか。しかしイエスは黙っておられた。それで大祭司はイエスに言った。私は生ける神によってあなたに命じます。あなたは神の子キリストなのかどうか、その答えを言いなさい。イエスは彼に言われた。あなたの言う通りです。なお、あなた方に言っておきますが、今から後、人の子が力ある方の右の座につき、天の雲に乗ってくるのをあなた方は見ることになります。すると大祭司は自分の衣を引き裂いていった。神への冒涜だ。これでもまだ証人が必要でしょうか。あなた方は今神を汚す言葉を聞いたのです。どう考えますか。彼らは答えて、彼は死刑にあたると言った。そうして彼らはイエスの顔に唾をかけ、拳で殴りつけ、また他の者たちはイエスを平手で打って、こう言った。当ててみろ、キリスト、あなたを打ったのは誰か。ペテロが外の中庭に座っていると、女中の一人が来て言った。あなたもガリラヤ人イエスと一緒にいましたね。しかしペテロは皆の前でそれを打ち消して、何を言っているのか私にはわからないと言った。そしてペテロが入り口まで出て行くと、他の女中が彼を見てそこにいる人々に言った。この人はナザレ人イエスと一緒でした。それでペテロはまたもそれを打ち消し、誓ってそんな人は知らないと言った。しばらくするとそのあたりに立っている人々がペテロに近寄ってきて、確かにあなたもあの仲間だ。言葉のなまりではっきりわかると言った。すると彼はそんな人は知らないと言って呪いをかけて誓い始めた。するとすぐに鶏が鳴いた。そこでペテロは、鶏が鳴く前に三度あなたは私を知らないと言いますとイエスの言われたあの言葉を思い出した。そうして彼は出て行って激しく泣いた。27章。さて夜が明けると、祭司長、民の長老たち全員はイエスを死刑にするために協議した。それからイエスを縛って連れ出し、総督ピラトに引き渡した。その時イエスを売ったユダはイエスが罪に定められたのを知って後悔し、銀貨30枚を祭司長長老たちに返して、私は罪を犯した、罪のない人の血を売ったりしてと言った。しかし彼らは、私たちの知ったことか、自分で始末することだと言った。それで彼は銀貨を神殿に投げ込んで立ち去った。そして外に出て行って首を吊った。祭司長たちは銀貨を取って、これを神殿の金庫に入れるのはよくない、血の代価だからと言った。彼らは相談して、その金で陶器師の畑を買い、旅人たちの墓地にした。それでこの畑は今でも血の畑と呼ばれている。その時預言者エレミアを通して言われたことが成就した。彼らは銀貨30枚を取った。イスラエルの人々に根積もりされた人の値段である。彼らは、主が私にお命じになったように、その金を払って陶器師の畑を買った。さてイエスは総督の前に立たれた。すると総督はイエスに、あなたはユダヤ人の王ですかと尋ねた。イエスは彼に、その通りですと言われた。しかし祭司長長老たちから訴えがなされた時は、何もお答えにならなかった。その時ピラトはイエスに言った。あんなにいろいろとあなたに不利な証言をしているのに聞こえないのですか。それでもイエスはどんな訴えに対しても一言もお答えにならなかった。それには総督も非常に驚いた。ところで総督はその祭りには群衆のために
いつも望みの囚人を一人だけ赦免してやっていた。その頃、パラバという名の知れた囚人が捕らえられていた。それで彼らが集まった時、ピラトが言った。あなた方は誰を釈放してほしいのか、バラバか、それともキリストと呼ばれているイエスか。ピラトは彼らが妬みからイエスを引き渡したことに気づいていたのである。また、ピラトが裁判の席についていたとき、彼の妻が彼のもとに人をやって言わせた。あの正しい人には関わり合わないでください。夕べ私は夢であの人のことで苦しめに遭いましたから。しかし祭司長長老たちはバラバの方を願うよう、そしてイエスを死刑にするよう群衆を説きつけた。しかし総督は彼らに答えて言った。あなた方は二人のうちどちらを釈放してほしいのか。彼らは言った。バラバだ。ピラトは彼らに言った。ではキリストと言われているイエスを私はどのようにしようか。彼らは一斉に言った。十字架につけろ。だがピラトは言った。あの人がどんな悪いことをしたというのか。しかし彼らはますます激しく十字架につけろと叫び続けた。そこでピラトは自分では手の下しようがなく、かえって暴動になりそうなのを見て群衆の目の前で水を取り寄せ手を洗って言った。この人の血について私には責任がない。自分たちで始末するがよい。すると民衆は皆答えて言った。その人の血は私たちや子供たちの上にかかってもいい。そこでピラトは彼らのためにバラバを釈放し、イエスを鞭打ってから十字架につけるために引き渡した。それから総督の兵士たちはイエスを官邸の中に連れて行って、イエスの周りに全部隊を集めた。そしてイエスの着物を脱がせて緋色の上着を着せた。それから茨で冠を編み、頭からかぶらせ、右手に足を持たせた。そして彼らはイエスの前にひざまずいてからかっていった。ユダヤ人の王様万歳。また彼らはイエスに椿をかけ、足を取り上げてイエスの頭をたたいた。こんなふうにイエスをからかったあげく、その着物を脱がせ、元の着物を着せ、十字架につけるために連れ出した。そして彼らが出ていくと、シモンというクレネ人を見つけたので、彼らはこの人にイエスの十字架を無理やりに背負わせた。ゴルゴタというところ、ドクロと言われる場所に来てから、彼らはイエスに、苦みを混ぜたブドウ酒を飲ませようとした。イエスはそれをなめただけで飲もうとはされなかった。こうしてイエスを十字架につけてから彼らはくじを引いてイエスの着物を分け、そこに座ってイエスの見張りをした。またイエスの頭の上にはこれはユダヤ人の王イエスであると書いた罪状書きを掲げた。その時イエスと一緒に二人の強盗が一人は右に一人は左に十字架につけられた。道を行く人々は頭を振りながらイエスを罵って言った。神殿を打ち壊して三日目で建てる人よ、もし神の子なら自分を救ってみろ、十字架から降りてこい。同じように祭司長たちも律法学者長老たちと一緒になってイエスをあざけって言った。彼は他人を救ったが自分は救えない。イスラエルの王様なら今十字架から降りてもらおうか。そうしたら我々は信じるから。彼は神により頼んでいる。もし神のお気に入りなら今救っていただくがいい。私は神の子だと言っているのだから。イエスと一緒に十字架につけられた強盗どもも同じようにイエスを罵った。さて、12時から全地が暗くなって3時まで続いた。
3時ごろ、イエスは大声で、エリエリレマサバクタニと叫ばれた。これは、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか、という意味である。すると、それを聞いて、そこに立っていた人々のうち、ある人たちは、この人はエリアを呼んでいる、と言った。また、彼らの一人がすぐ走って行って、海面を取り、それに水ぶどう酒を含ませて、足の棒につけ、イエスに飲ませようとした。他の者たちは、私たちはエリアが助けに来るかどうか見ることとしよう、と言った。その時、イエスはもう一度大声で叫んで、息を引き取られた。すると、見よ、神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。そして、地が揺れ動き、岩が裂けた。また、幕が開いて、眠っていた多くの生徒たちの体が生き返った。そして、イエスの復活の後に墓から出てきて、聖徒に入って多くの人に現れた。百人隊長、および彼と一緒にイエスの見張りをしていた人々は、地震やいろいろの出来事を見て、非常な恐れを感じ、この方はまことに神の子であった、と言った。そこには遠くから眺めている女たちがたくさんいた。イエスに仕えてガリラヤからついてきた女たちであった。その中にマグダラのマリア、ヤコブとヨセフとの母マリア、ゼベダイの子らの母がいた。夕方になって、アリマタヤの金持ちでヨセフという人が来た。彼もイエスの弟子になっていた。この人はピラトのところに行って、イエスの体の下げ渡しを願った。そこでピラトは渡すように命じた。ヨセフはそれを取り下ろして、きれいな天布に包み、岩を掘って作った自分の新しい墓に納めた。墓の入り口には大きな石を転がしかけて帰った。そこにはマグダラのマリアと他のマリアとが墓の方を向いて座っていた。さて、次の日、すなわち備えの日の翌日、祭司長パリサイ人たちはピラトのところに集まってこう言った。閣下、あの人を騙す男がまだ生きていた時、自分は三日の後によみがえると言っていたのを思い出しました。ですから三日目まで墓の番をするように命じてください。そうでないと弟子たちが来て彼を盗み出して死人の中からよみがえったと民衆に言うかもしれません。そうなるとこの惑わしの方が前の場合よりもっとひどいことになります。ピラトは万兵を出してやるから、行ってできるだけの番をさせるがよい、と彼らに言った。そこで彼らは行って石に封印をし、万兵が墓の番をした。28章。さて、安息日が終わって、週の初めの日の明け方、マグダラのマリアと他のマリアが墓を見に来た。すると大きな地震が起こった。それは主の使いが天から降りてきて、石を脇へ転がしてその上に座ったからである。その顔は稲妻のように輝き、その衣は雪のように白かった。万兵たちは御使いを見て恐ろしさのあまり震え上がり、死人のようになった。すると御使いは女たちに言った。恐れてはいけません。あなた方は十字架につけられたイエスを探しているのを私は知っています。ここにはおられません。前から言っておられたようによみがえられたからです。来て納めてあった場所を見てごらんなさい。ですから急いで行ってお弟子さんたちにこのことを知らせなさい。イエスが死人の中からよみがえられたこと、そしてあなた方より先にガリラヤに行かれ、あなた方はそこでお会いできるということです。ではこれだけはお伝えしました。そこで彼女たちは恐ろしくはあったが大喜びで、急いで墓を離れ、弟子たちに知らせに走っていった。
するとイエスが彼女たちに出会って、おはようと言われた。彼女たちは近寄って、御足を抱いてイエスを拝んだ。するとイエスは言われた。恐れてはいけません。行って私の兄弟たちにガリラ屋に行くように言いなさい。そこで私に会えるのです。女たちが行き着かないうちに、もう数人の番兵が都に来て、起こったことを全部祭司長たちに報告した。そこで祭司長たちは、民の長老たちと共に集まって協議し、兵士たちに多額の金を与えて、こう言った。夜、私たちが眠っている間に、弟子たちがやってきてイエスを盗んでいった、というのだ。もしこのことが総督の耳に入っても、私たちがうまく説得して、あなた方には心配をかけないようにするから。そこで彼らは金をもらって、指図された通りにした。それでこの話が広くユダヤ人の間に広まって今日に及んでいる。しかし11人の弟子たちはガリラ屋に行ってイエスの指示された山に登った。そしてイエスにお会いした時彼らは礼拝した。しかしある者は疑った。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父、子、聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。マタイの福音書、終わり。